とう。ぼやっきーさん、これありがとう。お猿さん、トリダーさん、かわいい、ありがとう。夜更かし、お花ママにプレゼントします。出来上がったお花は明日メールで送りますね。ケビンさん、とうとう、ありがとう。かわいいもありがとう。タツエハン、めっちゃかわいい、ありがとう。ケビンさん、ファイト、ありがとう。ハルルンさん、ネモフィラ、ありがとう。 So cute on Naked TV. Thank you. 嬉しい、見てくれてありがとう。カズナリさん、かわいい、ありがとう。フエールさん、お、ネズミさん、ありがとう。お顔が最強すぎて泣いてる。泣かんで。カズナリさん、かわいい、ありがとう。いっちゃん、ありがとう、ありがとう。ね、お花めちゃくちゃ可愛くできた。わかる、めっちゃいいよね。私です。お花可愛くできたからすごい嬉しい。そうなんです。そう、個性やっぱ出るよね、お花。こういうなんか創作系のものってね。ナイスシューズ。I'm looking forward to receive it. 楽しみ。Beautiful smile ね。Thank you ね。Thank you よ。ミヤティさん、花束ありがとう。今日はめちゃくちゃいろいろとメール送れたので、そう、メール送れたので結構達成感。朝もちゃんと起きてメール送れたし、達成感です。今日の服可愛いって嬉しい。今日はボタンがたくさんついてて、襟がちょっと大きい感じ。猫、片割り子です。そう、トンパキ、トントントンパキトンキートン、トントン。お、結構口あれしました、鼻歌しました。そう、こんばんこりー。そう、早起き偉いの。お出かけのファッションお嬢様って感じで似合うね。ありがとう。でもなんかやっぱあのテレビ局というんですかね、やっぱ KRY さんに行くならやっぱりあのしっかりかっちりとした服を着るのがいいなって思ってあれを選びました。荷物いっぱいなのは、あれは買ったものじゃなくて結構荷物、本当の荷物っていうか書類とか、それこそお花を今日持って帰ったので、それを入れて持って帰ってきた。でもこれは買ったもの。めちゃ重い、めちゃくちゃ重い。紹介していきたい。夜更かしダメです。お肉のお取り寄せいいなぁ。私もお取り寄せしたい。お取り寄せできたらもうお肉もお魚も全部。今日も可愛いね、ありがとう。ねえ、私ドライブいつ来るかな。ドライブ何時からなんだろう。あ、まだ全然、22時20分でした。ぶんちゃん、ハートありがとう。あ、こんにちは、こんばんは。まず一つ目が、服似合ってるって嬉しい、ありがとうございます。一つ目はこれ、ちょっと欲しくって、でも買えないっていうか買う、機会がなくって。そう、でもなんかこういうの、このお醤油気になってて、そう、これは下関市長賞受賞されてますね。そう、そうなんだ、バナナマンさん。バナナマンさんって面白いよね、私好き。これウニ醤油って言うんですけど、賞味期限が2021年の7月18日だ。もう終わっちゃう、もう終わっちゃう。私も味が気になってて、そう、ずっと
お醤油かな。夜更かしダメ。今日パジャマじゃなくて普通に服です。え、お料理に、そう、刺身、卵かけご飯、チャーハン、パスタ、豆腐、サラダ、ちょっとした隠し味にって。そうだからきっといろんなものに合うんでしょうけど、すっごい気になってた。ウニ醤油、え、もう少しで賞味期限、夏までなんですね。え、すごい、積極的に食べよう。見たことあるね、刺身にいいよね。そう、お刺身に使ったり卵かけご飯したり。でもウニ醤油が結構広島では、あ、確かに冷ややっこで食べるのもいいな。そう、ウニ醤油結構山口県で、すごい有名というか、山口県のおすすめの品でよくウニ醤油出てくるので、楽しみ、食べるの、うん、使って食べるのね、早く食べる。そう、お醤油飲んだらやばいんですか。でもこれいいね、楽しみだな。でも私あまりウニが食べれないっていうか、うん、高いめの高級なウニは食べたことないので、そう、でも回転寿司のあまりよろしくないよろしくない、なんか、そう、ウニを食べて苦いなーって思ったから、そう、食レポ配信よろしく。わかりましたわかりました、いつかしますね、お昼配信とかお昼ご飯に。おー、ストシンさん、あー、今日お誕生日なんですか、おめでとうございますおめでとうございます。お猿さん、ありがとう。 Hey, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear ストシンさん、 happy birthday to you、 おめでとうございます。すごい、お誕生日の方がいらっしゃいます、おめでとうございます。お誕生日の品、ウニ醤油タツヤヒャン、ネズミさん、ありがとう。そう、高級じゃないウニはちょっとですね、食べたこと、高級じゃないウニの方食べたことがあって、その時あんまり好きじゃない味がしたので、そう、高級なウニ食べてみたい。エイショーさん、レインボースター、ありがとう。ウニは甘いんだ、本当に美味しいウニ。ストシンさん、ありがとう、ありがとう。フグには何をつけて食べますか。お酢もあったり、お醤油もあったり。高い、うん、それなりに高かった。トリダンさん、お猿さん、ありがとう長門の回らないお寿司屋さんで食べたウニがめっちゃ美味しかった思い出、それは美味しそう、食べてみたい。いいな、すごい。夜更かしダメです。はい、安いウニは、そう、苦い苦い。そう、おやすみなさーい。スケモンさん、バラ、ありがとう。回転寿司でウニ注文したことない。おお、もうウニ好きな人は好きですよね。次が、続いてもお醤油なんですけど、どんだけお醤油取るん、お醤油買うんって人なんですけど、こちらだから、黄金の一滴、トラフグ醤油、さ、ん、うお、トラフグ、トラフグうおしょう、魚醤なんですけど、これはもう卵にかけたら美味しいみたいな。ハムエッグや野菜サラダにも、だから一滴をかければ一瞬で手間をかけた風味に。バーニャカウダ、白身魚の刺身、お出汁やスープもとの等、いろいろなお料理にって書いてあって、これ絶対美味しいよね。そう、魚醤って言うんだ、魚醤、そうなんだ。タコミンさん、かわいい、ありがとう。キヨニネモフィラ、ありがとう。ねえ、なんかそう、なんかキュンとしたのはやっぱ卵かけご飯が美味しく食べられることですかね。卵かけご飯用のなんか
お醤油がもうなくなっちゃったから、これ使おうと思ってこれにしてみました。りょうさん、うま、ありがとう。くどりです。めっちゃ美味しそうじゃないですか。しかもフグなんかね、これで雑炊、そう、これで雑炊作ったらなんかトラフグ雑炊、これかけたらトラフグ雑炊っぽく味になるらしい。すごいよね。勧める、おすすめです。すごい、なんかそれはやっぱ雑炊、トラフグ雑炊が気にの味気になったから買ってみた。やったねー。バーニャカウダ、バーニャカウダって何？りょうさん、うま、ありがとう。くまっぴーさん、おさるさん、ありがとう。ね、雑炊絶対美味しいよね。食べたいねー。食べたいな。そう、山口の人はトラフグよく食べるの？私はあんまり食べないから。そうそう、だからあんまり食べないかもしれない。安兵衛さん、クラッカーありがとうそうだね、そう、駅で買いました。美味しかったよ。安兵衛さん、お猿さん、ありがとう。すごい、めっちゃ大量にお猿さんの攻撃受けた。次もお醤油。でこっち刺身苦手。ううん、お刺身大好きだよ。そうだからかけてみたくって、そう買った。くにこち維持無理、くにこちダメ、やだ。次は、うう、これめっちゃ美味しそう。青さ醤油です。なんかここが剥がれてるけど気にしない気にしない気にしないんだよ。風情ある磯の香り醤油専門家すぎないかどんだけ醤油なんやろね。行った時探してみて。りょうさん、ありがとう。ねずみさん、また醤油です。これはなんか本製品は大沢をブレンドした磯の香りがご自慢のオリジナル醤油ですって書いてあるけど、なんかこれになん、これとなんかお味噌汁、これでお味噌汁作ったら美味しいみたいな書かれてあったから絶対いいねと思って。賞味期限、賞味期限は9月9日、やばいね、超近い。しかもこっちも9月23日、夏までに食べきらないとやばいですね。全部これとか特にこれ毎日な、毎日食べないと痛風になりそう塩分過多とか。でもなんかこういうのはサラダにどうぞって感じだけど、こっちはなんかお味噌汁にかけて青さの香り、磯の香りをそうやったのでいいですよね。青さ、うん、こっちから見たら青地醤油って見える。そう塩分取りすぎ注意する、使い切れる、絶対使い切れない気がするからメンバーにちょっとシュッシュッてするね。いっぱい自炊しないと、自炊していこう。でも卵かけご飯とか卵焼きとか目玉焼きだった、目玉焼きとかいっぱい作れる、作ったら消費できそう。うん、きっと重いのは瓶が原因だったかな痛風になりそうで怖いわね。確かに9月12日の昇格コンサートまでにね、お料理配信期待しときますって、ありがとうございます。いや、メンバーにかけるんじゃなくて、あのあれだよ、あれメンバーにあげる鍋パーティーしたいね。じゃあちょっとお料理配信考えます。醤油を作ってる人って納豆を食べてはいけないらしい。なんでなんで？菌がつくから。7日間、すごい。1週間連続配信、1週間連続配信、あ、すごい達成感、ありがとうございます。おめでとうって。水軍スピリットさん、お疲れ、ありがとう。魚フライは醤油派？うん、お醤油わかんない。
魚フライってお醤油なんですかね。じゃあ明日お料理配信しようかな。明日一日中雨じゃないですか。だから暇なので。すごいクラッカー飛んでてありがとう。クマッピーさんクラッカーありがとう。トリナーさんクラッカーありがとう。テイカーさんもクラッカーありがとう。すごい、毎日アイドル1週間だけなのにこんな皆さんにあれしてくださってありがとうございます。おめでとうって言ってくださって。りょうさんクラッカーありがとう。はるるんさんクラッカーありがとう。すごい、ありがとう。はるるんさんりょうさんあ、目玉焼き作るのもありですね。納豆醤油作る人、あ、もう少しでギルドバトル。ストシンさんクラッカーありがとう。ケビンさんパチパチありがとうすごい、こんな皆さんにお祝いされると思ってなかったので嬉しい。あともう一つ、あ、もう一つだ。無理はせずね、ありがとう。カズナリさんクラッカーありがとう。次はこれはすごい気になっちゃったので買っちゃいましたね。じゃじゃーん、魔法だし。これはカツオと昆布の解析白だし。あら、北海道産昆布使用だって。じゃあこれは山口県のじゃないのかな。魔法だしはカツオと昆布の香り豊かな濃縮タイプの和風だしです。そう、だし巻き卵や茶碗蒸し、そう、これ1本でいつもの料理が上品に仕上がります。そう、だし巻き卵を美味しく作りたかったのと、茶碗蒸しも美味し作ってみたかったので買ってみました。そう、茶碗蒸し好きなので、そう、これでなんか、なんか韓国風の茶碗蒸しが美味しくって、そう、それをこれで作ろうかなって思いました。でもどうやって作るのはまだ知らないけど、なんか美穂ママが言ってたのは、だお出汁、白だしと一緒に卵溶いてチンみたいな、なんかそんなだったから、そういいなーと思って楽しみー。でもなんかだし巻き卵いいですよね、お出汁ね。茶碗蒸し結構難しいらしいよね。それ、そう、あ、ケランマリ、わかんないけど、ケランマリかわからんけど、でもそんな名前だった気がするそう、そう、レンジあるよ、うち。卵ね、明日の朝卵買ってこよう。そういえば22時20分からギルドバトルが始まる。そう、ケランチム、ケランチム、ケランチムだ、ケランチムが美味しかったからちょっとやみつきになってて、そうだから作ろうって思って。あ、ギルドバトル、またアリセトウチってとこだ。え、強い。とりあえずレベルが一緒ぐらいの人と戦ってみます。え、私、あれ、私あれみたい、卵虫って意味。そうなんだ、達也編ファイターありがとう。私なんかエラーが発生したって言われて、新しくしないとダメだよって言われた。配信なお、配信なおって送った。誰、みんな強そうだよ。夜更かしダメでごめんなさい。すごい、この人先鋒隊が強いの。あ、そういうこと。いやー、ゆみこ姉さんがアタックしてくださってありがとうございます。私式回復薬買ってないや。君はスイカベイビー、やっほー。テロップ変える？
カニカマさん、ま、名前呼んじゃってごめんなさい。強いのかな、おきらっこ。送信。やーん、くまっぴーさん、かわいい、ありがとう。つむじを堪能ね、買いに行けた。つむじ配信ミキヤくん、タコありがとう。明日は玉ねぎドレッシング作り頑張ります。でも美味しいオリーブオイルっていうのが分かんなくて、どうしたらいいんだろう。フさん、バラありがとう。作る暇がないもん。今日も朝からだったの。朝昼からって思ったけど、普通に朝からになっちゃって。朝って言っても、うん、10時くらいか。今日の服はカチューシャと合いそう。確かに、後でかぶつけてみようかな。 You need to be a voice actor. Really? 本当に。おー、初見さん、こんにちは。 ST48 2期研究生の工藤理子です。今はつぶじを皆さんに見せる配信してます。今日カービィのお誕生日なの？マジ？知らなかったよ。うえ、達也ひゃん、だるま間違えた、ミラボールありがとう。どな、何を、何か言った方がよかったよね。ああ、鬼になりませんように。鬼になりたくない。式回復してる。明日ブログの日？え？明日がブログの日？え？明日がブログの日？そうなの？達也はん、ありがとうございますね。本当にミラーボール。じゃあ私のトンパキを聞いてください。明日がミラーボール？間違えた。ブログの日？あれ？そうだったんだ。嬉しくなって朝のメールに書いちゃった。今日ブログ更新されるのでって。
ミキヤくんハートありがとう。じゃあちょっとサンドの飯はうどんで決まり。トゥムディトゥムディ、すごい今ネリチークが欲しい。この前リンコのコスメを借りてめっちゃ可愛かった。オこれはリネタンからもらったブラシ、可愛い、めちゃくちゃめちゃくちゃ可愛い。知らない人ってか言ったの？まつげかわいい、嬉しい。嬉しいなさ。さばきまーす。わー！よいしょ。さばいてゆく。君に最後に言って、どうでしょう、かわいいですか？自分からかわいいですかって聞くのはちょっと変かな。
良きです。黄色がいいかな、やっぱり。え、私めちゃくちゃ弱いんだけど、さばき。かわいい？え、嬉しい。青さんかわいい、ありがとう。うん、嬉しい。俺ピーピー。え、ほんと？達也ひょんめっちゃ可愛い、ありがとう。良きですかね。やった、嬉しい、よかった。さばきマックスなのに、あ、私のさばきはマックスなのに、レベルなのに弱い。安田さんクラッカーありがとう。カチューシャが一番似合う女の子。それは言い過ぎね。私もこのカチューシャ好き。カチューシャパールはどうでしょう。どうですか、パールはどう。パールもいい感じかな。パールもいい感じじゃない。 Yellow is your color。 やったね、やったね、やったね、やったね。すごい、他の方々のさばきが強いね、やっぱり。伊藤博さんクラッカーありがとう。トリナーさんもクラッカーありがとう。お嬢様感ある。レンズが曇ってる。ちょっとスカートでなんか読書してそうじゃない。りょうさんかわいい、ありがとう。めっちゃ読書してそうな女の子って感じ今日。緑とオレンジ、うん、好き。みきやくんかわいい、ありがとう。お嬢様っぽい。キルバト配信中。あ、似合わないって言われた。ちょっと芸能人感あるじゃない、似合わない。ドラゴン出た。ひげも似合うかな。ルイボスティーを飲みながら、なぜ一人微笑むの。テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。チュルンチュンチュン裸足にな。あ、ねえ、私惜しかった、消えた。さばきすぎ私。楽しい感じ。なんか映ってるね。ハンドクリーム使い切ってない。確かに。クマッピーさん似合う、ありがとう。え、ちょっと待って、カニカマ復活してんだ。
私サマーめっちゃ好き。話になってどうするつもり、そのままどこかへ歩いて行くの。かぼちゃに改名だ。ごめんねサマーって知ってるん。聞いたことは一回ある。 SKE さんの曲だよね。いい曲だよね。緑What is Brewed tea? It's a kind of tea and I have never... あ、Brewed tea? It's tasty for the one who loves tea, but I don't reallyI don't really love it because it's kind of weird. Tastes weird. あと味. After taste is weird.スースーする。ねえ、誰さばけばいい？ピッピ？私弱っちいの。小籠包に見えたパン。リコッティって何？さばいてください。エグすぎてエッグって言っちゃった。エッグって言っちゃった。エッグ。ふりふり、なになに、なになになに、うん、カニカマ早っ。もう帰還してきたよ。とりあえずもうさばく。もうさばきます。あお、倒れちゃった後ろも。この子はヘイベー。ヘイベーだ。あ、ドラゴンエッグにかけたのかも。これどうやってつけるん？
なんかちょっと姫感出ましたね。やーん、やーん、髪の毛直してたらいつの間にか死んでた。はーん、野口さんハートありがとう。かわちい、どうかしら、もうちょっと付け方。髪の毛直してたらいつの間にか死んでた。何これ、どうやって外すの。悲しい。今日姫だね。どうでしょう。嘘だろ。エールありがとう。今から返すね。嘘。悲しいね。はあ、超悲しい。良き？これ良くない？衣装っぽいね。今日の月ピンクムーンね、なんかそう聞いた。マジ？絶対ピンクムーンじゃないでしょ。調べてみよう。ピンクムーンって絶対ピンクに見えんけ。ケビンさん似合う、ありがとう。え、かわいい、嬉しい。ちなみに今日は限界突破できますか。できます、できます。絶対全然ピンクじゃ、え、マジ、本当にこんな色なの。本当にちんちゃ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 、本当に。ちんちゃ、嘘だっしょ。ちんちゃましそうよ。ピンクムーン、テレビでやってんだ。リモコン、まあ、発見。ピンクムーンってただの呼び名。あ、そうなんだ。じゃあなんともないんだ。なんともないんだ。そっか、なんともないんだね。ちんちゃか。今日は日焼け止めを久しぶりに塗ったので乾燥してるお肌が。りょうじいさん、クラッカーありがとう。あー、ストロベリームーン、駅の読み方そんなのある。え、しりとりする、あり。よし、ペン持ってくる。え、しりとりする。え、楽しそう。え、しりとり、え、しりとりする、え、しりとり。お、よかった、ペンちゃんと。あー、クラコンでえしりとりやってたんだ。そうなんだ。りょうじいさん、クラッカーありがとうございます。え、あ、なんか出てきた。はい、アデノシンさん、ハートありがとう。何から始めよう、しりとり。クラコンは何から始めてました。一人しりとりってどうするの。
明日持った傘つピンクムーンから、いやもうもうあれやん、もう終わっちゃうやん、無やけ無やけ終わっちゃう、明日傘使えそう、確かにリンゴからやってた、無難すぎやろ、じゃあリンゴからしよう、プレミアム抽選会の申し込み今日までなのでポチってきます、いってらっしゃい、ちょっと皆さん行ってきてください、プレミアム抽選会の申し込み、私超可愛いセットにしたんですよ、絵を描いて何を描いたかこちらで当てるのにする、そうしよう、しんいちさんクラッカーありがとう、ではまず初めの、ゴータマシッタールタはやばいね、ガウタマシッタッタ、そう色付きにしてみました、わかりますか、さやかりんは草そうぴゃちゃん、はい正解はリンゴでした、ん？おちり？アップル、アップル、なんでそこひねるんよ、はい答えはリンゴでした、答え言わん方がええかね、はい次、ワックスアップルマジ調べてなかったな、あ、use it for free 出てきた、ポリポリ、あーちょっと見た、ゆり劇場見ましたよ、ありがとう教えてくれて、アップルペン、これもアップル、サクランボじゃないよ、熱血テレビ見たよ、ショールームと違って 見えてびっくり、どう違って見えたんだろう、恥ずかしい、どういうことだろう、申し訳ない、次の妙夜姫たん、あーそうなんだ、かわいいね、頑張って、次はあ、長屋の郵便屋さんハートありがとう、はいなんだ、色塗りが雑かもしらん、ゴンちゃんのタピオカ、ゴンタくん、おお、八つ橋つなげちゃいました、5人のカラカサお化け、お、ルリコージって出た人すごいね、薬師寺、薬師寺かな、ごぼう、キノコの山縦に並べたやつね、5から始まってないけみんな、
これ大喜利になりそう。小藤田さんの実家大喜利じゃん。みんな大喜利始めてるじゃん。キノコタワーなんだ、教えてみんな。答えはあったけどね。もう大喜利になっちゃうけ。5階建てのキノコ。はい、もう知りませんよ皆さん。もう答えは言いません。言わずに次のあれに行きます。なんでみんな、なんでみんな大喜利しちゃうの。なんで、もう答えは言いません。やばい、私は出てこない。ここは一本グランプリじゃありませんよ。なんだろう。私の想像で書きますからね、これは。本当これ私の想像ですからね。この子って、この子って手生えてたかな。分かった人天才かも。分かんない、これ合ってるかな。あ、やばい、あと5分だ。でもはい、分かる人いるかな。はダメだよ。ここが見やすいかも。おお。分かる人いるんだ。あ、やちょるるはクソ。分かる人いたの嬉しい。答え出ました。手はあったんだ。正解ウソッキーでした。私の想像するウソッキーなんですけど、ちょっとウソッキー調べてみるね。うわ、バリバリ手生えてるし全然違った。私のウソッキー、全然違った。全然違った。こっちか。毛が生えてる、毛じゃないけど、あの木が生えてるのってこっちか。あ、なんだこれか。手は緑。あ、じゃあ全然嘘八じゃん、私が描いてたの。どっちかって言ったら、あ、嘘八の方がちょっと似てたね。ちょっと嘘っき、ちょっともう一回描こう。はぁ、なにこいつ、なにこいつ、切るんだけど。雰囲気似てる？ならいっか。ウソウソウッドウソッドウソスードウッドって言うんだ。全然違った。でも私ウソッキーの気分で書いたので、はい。
まあ次に行きましょう。こういう時嘘キイで行くのかキで行くのか迷いますよね。オッケみんなわかるかな。カズナリさんレインボースターありがとうありがとうございます。良きですか、多分。はい、どうぞわかるかな。わかったら天才だよ分かってほしい、分かってほしい。違うよ違うよ違うよ。間違え、あま、あれしちゃった。ショールームダメって言われた。違うよ。なんでなんで、分かって。皆さん STU1 の人しかいないのかな、ここ。ヒント、木です。木です。福島太郎くんさん、ねずみさんありがとう。最初の一文字木です。絶対分かって。木、木、色大事、色大事、色大事。このポーズも大事。キュンじゃない。全然違う。48だよ48だよ。ねえ、わかる。わかんない。木です。木。あ、近い近い。気づいたら片思いとか。近い近い。ヒント、歌です。歌、歌、シングルの名前ですね。なんでわかんないの？なんでわかんないの？
じゃあ答えは歌います。え、待って、全然違う。え、全然違う名前じゃん。え、あれ何、何あれ、何あの歌、何あの歌。あ、あ、全然合ってる、ほらほら合ってる合ってる。あ、ほらほらほら、あ、カラオケが落ちちゃいました。ほら、そう、ただいま。うん、では歌います。なんて、これじゃん。できんのやけど、ほらこのポーズ、ほらほら、ポニーテールしてて水色の衣装着てて、ほらこうしてる。今日こうか、こうやって、むむむー。じゃあ次ですね。分かった人一人ぐらいじゃなかった？そうじゃん、一瞬ちゃんじゃないよ。だって YouTube の MV のサムネだよ。じゃあ次は、次は、ちょっと私顎伸びた今。
わかった。わかんないわかんない。じゃあ新しいテキストに書きますね。皆さんは予想を書いちゃダメですよ。今ちゃんと待ってください。ちゃんと待ってください。私のつむじを見て待ってください。あったあーこれ書けるの嬉しい。むずいね、この絵。かわいい。じゃあかわいい。みんな待ってね。これでもね、絶対みんなわかる。難しい。難しいよ。この表情って難しいね。これだ。
つむじが顔に見えてきたらやばいね。できた、2だ。では最後に仕上げというか、絶対みんなならわかるよこれは。はい、いきまーす。せーの、ドーン。なんだなんだ、つむじがうなじ。なんだ。なんでこれでさ、またなんかさあれするの？絶対わかる問題なのに大喜利に持ってくの？おー、すごい。あ、うんうん、そうです、そうです、うん。え、なんでわかんないの？そうだよ。え、みんなわかんないの？え、みんなわかんないの？違うよ、違う曲、 MV の、これは MV のあれです。 MV のサムネイルです。わーお、みんなわかってるじゃん。じゃあ歌おうと。そうだよ、みんな。タイプ A。そう。ふうさん、ゆみこ姉さん、ななさん、そしてひなさんです。私の絵。そんなに下手くそでしたか？正解は正解、歌いたいです。そうだよ、でした。皆さんももちろん分かりましたよね。風を待つでした。ブチさん、オンパありがとう。いっちゃん、オンパありがとう。トランポリンしない。
タチーハンミラーボールありがとう。わかりやすかった、よかった。腕を組んでさん、アイスクリームありがとう。アイスクリーム、アイスクリーム、ユースクリーム、ウィスクリームトゥディアイスクリームでした。じゃあ次、わかんない、私そんな知らないよ。なあ、何があるかな。曲探ししてたけどないね。ブッチさんハートありがとう。曲縛りになってるんだけど。まあここはもう無難に行きましょう。あー、どうせまた大喜利する人出てくる、やだー。せーの、ドン。これわかりますよね。あ、やったー。ほら、絶対おでんっていう人いると思ったもん。泣く、泣いちゃう。みんな赤とか青とか黄色のおでん食べるの？絶対おでんって言われると思ったから色つけたのに。ほら、みんな悪い子。みんなはもうおやしりとり向いてないよ。うん、なんで？おでん来たら終わるじゃん。わかんない、嘘嘘、みんなわかんない、本当にわかんないの、本当にわかんないの、みんな、え、みんなわかんないの。みんな、へえ、じゃあ分かんない人は置いていきます、分かんない人は置いていきますね、さようなら。えしりとり脱落者、みんな2人ぐらいしか会ってなかったよ、3人か4人ぐらい、他のみんなはもうえしりとり脱落です。お疲れ様でした。はい、次。はぁ、はぁ、次は
ちなみにさっきの積み木でした。積み木です。木、月木、また木。木？木？ねえ、なんだろう。木、しわいさん、レインボースターありがとう。木？積み木、規則正しい生活をしよう。うーん、木、奇跡は間に合わないよ。はい、じゃあこうします。ダメダメ、やばいね。でもみんな絶対分かってくれない。いや、分からせるね。タチヒョン、ウッキッキー、ありがとう。じゃあこれにしよう。分かる人はいてほしいな。変なの。変なの。大ヒント書いてるからね。はい、どうぞ。大ヒント書いてるからね。なんだ。太郎やめて。お。Yes, yes. 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 なんで？なんで？
正解。正解いますよ。正解は金太郎でした。矢印関係ないっけ。なんで私みんな合ってるじゃん。みんな不正解だよ。難しかった。そうなんだ、分からんかった。どういうことなの。次も書きます。いれば分かったのに。絶対分かったでしょ。絶対分かってた言ったでしょ。じゃあこれは普通に書くね。この絵何これって感じなんだけど、じわじわ。はい、どうぞ。みんな本当に分かんないの？宇宙とか言ってるの？え？マジ？やばい、金太郎がこうなったのはクソ。これが金太郎になったのはおもろい。金太郎がこれになったのはおもろい。上から見た金太郎はおもろい。上から見た金太郎はマジで面白い。上から見た金太郎マジで面白い。なんで？違う違う。磁石に砂鉄がついたやつはおもろい。磁石に砂鉄がついたやつはおもろい。いやほんと金太郎上から見た図はおもろい。上から見た金太郎、しかもさ金太郎う上から見た金太郎うになるじゃん。めっちゃ面白いんだけど。優勝な優勝な言う。いや面白い。金太郎う上から見た金太郎うは面白いコメントだ。でもね違います。これはうにぶちさんハートありがとう。これうにポーン。
Yes。 じゃあ次、次ね。これ何？ね、これ三拍子なんだ。そう、シンキングタイムの音楽。同辺三角形面白い。私の好きなお弁、あ、これ分かんなかったら皆さんもうおしまいです。おしまいです。え、分かってよ。なんで、なんでウニの開きはやばい。もうね、答え見た人いた、いた人見た。2から始まるよ、2。西から見た金太郎ほにゃ、煮込まれた金太郎はやばい。煮込まれた金太郎はやばい。あ、答え出たの。あ、3人います。4人目。ぜ、あ、5人目。6人目。10人いったら、あ、まあ7人目。8人目。はい、もういいです。リンジンシリシリだよ。なんで私が好きなものをみんな好きでしょ。リンジンシリシリでした。
人参しりしりでした。人参しりしり私大好き。知りません。しりしりです。しらしらは草。はい、人参しりしりでした。トギー D から始まる。みやこ先生クラッカーありがとう。え、あ、みんな知らないんだ。リコチ一択。みんなのことを催眠にかけます。あなたは今クラス3秒であなたの力は一斉に抜きます。321ドンみたいな。あなたは今冷たい冷たい世界に321バン。さあどうだい。何にしよう。じゃあ私の はい、はーい。なんだ、ぼうくんの好きな動物。これ分かってくれなきゃ泣いちゃう。なんでザルつけちゃったの。できないの。あ、9、あ、8、9、10。イエーイ。なんでカタツムリ？なんで必殺前歯草。なんで出っ歯のリスって。さんハートありがとう。なんでリスさんだよ、リスさんだよ。じゃあ変えました。リスさんの尻尾、そこまで言うなら。ヘビも背負ってないのにみんな愛情ある。みんな
すぐふざける。みんな絶対クラスでふざける系だったでしょ。ケビンさん可愛い、ありがとう。ゴマハギさんハートありがとう。みんな絶対クラスでふざけてたでしょ。わーお。岩田さんバラありがとう。トゥンチュンツトゥン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 トゥチュン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 。出てこない。チュンチュチュンチュンチュチュンチュチュンチュ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 。つつるつつつるちち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 なんで？私？マジ？ユエリーさん？嬉しい。お！あ！わかる人いる。あ、わかる人いる。どっち？三つあるけど。わかるやつ。三つあるけど。なんでしょう。ん？ん？おー。言えないの？ん？イエーイ。夜更かし、はい。
かりました。そう、差し出してる。正解は、好きでした。好きでした。好きでした。皆さん分かりましたよね。答えは好きでした。好きです。過去形、答えは好きですでした。俺もってたつえひょん頑張った、ありがとう。わかりましたか。やったー。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。チュンチュルチュンチュルルンチュルルン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 チュ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 ルルンチュンチュルルンチュンチュンチュルルンチュンチャ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 なんて幸せなんだと思う。運命ってやつをほんと信じてしまった。僕はずっと君を好きでいるし、そんな存在に巡り会えたことに感謝する。うん、それ以上の未来望んではいないんだ。愛は与えるものさ、ちゃん。いい歌。オーヘンリー、賢者の贈り物、お互いが泣いて思って。じゃあ今日のを見返していきましょう。くまっぴーさん、かわいい、ありがとう。風の谷の直石香さん、ハートありがとう。じゃあ今日のを見返していきましょう。リンゴ、五重の塔、ウソッキー、キスは待つしかないのでしょうか。見える？風を待つ、積み木、金太郎。これ金太郎かわいいね。トップガーにしようかな。これかわいい、目が。風を待つ、かわいいな。リボンかわいい、嬉しい。カラフルなおでんじゃない。ウニ、人参、しりしり、リス、好きでした。タッキュン、クラッカーありがとう。おでん、横なんか上から見た金太郎マジ好きなんだけど、上から見た金太郎マジ可愛いんだけど。人参しりしりは沖縄のお料理でした。知った人もいるなんて、よかった。
ですね。人参食べたくなってきた。へっ、やった、ありがとう、みんな私の絵を見てくれてありがとう。キスマチは難問だった。ツーツールーツーツルルーツ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 ルツツー How to kiss me Someday love me to do。 全問正解した人いる？全問正解した人いますか？この中で大喜利なしにちゃんと分かった人います？え、大喜利してたけど実は分かってたよって人います？全問正解、すげえすげえ。え、不正解、それはガチョンすぎないか。割と当たった、マジ？ポケモンなら秒で分かった。キス待ち、え、やっぱキス待ちって難問だった。女性素系です。やっぱキス待ちは難問だった。5 minutes left。 分からんとボケらんし、そっか。ガチョン知ってる、ガチョーン。どうかしら。ガチョーンでちょっとどうかしらってドヤ顔するのはちょっと変だね。私大喜利ばかり考えちゃダメです。大喜利こっちダメです。ダメっこりです。じゃあ、あ、本当？じゃあ壇上の方は今日は余裕を持って読みます。昨日は読めなかった。楽しい、よかった、嬉しいです。私も楽しかった。許すこりよ。あ、最後の一つの商品紹介してなかった。今日は山口県で買ったものたち紹介したんで、明日メールで送りますね。明日のメールで送ります。じゃあバイバイ。みんな壇上の方をお呼びいたします。今日の優勝は、そう、横から上から見た金太郎ですね。ありがとうございます。腕を組んでさん、ちゅうちゅうさん、やすべえさん、きよに、たきゅうぴーさん、みやてぃさん、くにちゃん、フラスコさん、リコポッポさん、りょうじいさん、たっくん、カピバラ、みきやくん、もびさん、めっちゃきのこさん、トリナーさん、ちくわさん、ペンギン兄さん、ぷーちゃんさん、マシャさん、ぼやっきーさん、おへそさん、ジュノラニカ、ウェグレさん、バリャンバリャンさん、渡辺さん、のりみおさん、三十点さん、ぶんちゃん、伊藤博さん、エドモンドさん、イケノンさん、タコミーさん、カズナリさん、ハルルンさん、ハルルンさん、そして本日の秋元先生枠は野口先生です。ありがとうございます。 CO2 さん、ティアさん、そして本日のタン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 パキタンキータン。え、待って、前髪切りましたかって。え、そうなんです。え、よくわかってくれましたね。はい、トン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 パキタンキータン。第3位はケビンコリーさんです。夜更かしダメです、ごめんなさい。でも今日は楽しかったので許して、夜更かし。早起き頑張ります、明日も。2位はどんどんさん、ありがとうございます。あ、なんでどんどんさんって誰だろうと思ったらとうとうさんね。なんで名前改名したの。どん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 ばきどんきどん、ありがとうございます、とうとうさん。ありがどんどん。そして1位はタツヤヒョンです。タツヤヒョン、トン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 パキトンキートン、タツヤヒョン、ありがとう、ありがとうございました。今日たくさん褒めてくれてありがとう。ありがとうございました、皆さん。あ、改名考えてるんだ。つける、私が。私がつける。はい、実は前髪切ったんです。なんでわかったの、すごいすごいです。キヨニークラッカーありがとう。こうふ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 う、合ってる、ガチョン、ありがとうございます。おー、ありがとう。この前髪いいよね、メイクさんに切ってもらったの。皆さんありがとうございました。
またの機会お待ちしております。やっぱりリコチが可愛いね。ん？やっぱりリコチか。いい夢見ましょう皆さん。今日は怖い夢見たのでいい夢見れるように頑張りましょう皆さん。寝る前に怖いことを考えすぎず行きましょう。おやすみなさい皆さん。今度は優勝狙います。皆さんいつも優勝してます。ありがとうございます皆さん。じゃあね、開封しよう新しく買ったもの。じゃあね。ちなみにこんなものです。さあ、おお、気をつけてください。ねえ、超楽しみ。じゃあね、 Have a good night. See you tomorrow.